こんにちは、犬とびです。あなたの字がうまくなるポッドキャスト。今日も始めていきたいと思います。よろしくお願いします。今日はですね、えー、お稽古の時間についてお話しします。えー、私の中の、こだわりと言いますか、生徒さんたちにしていただいているお約束がありまして、犬とび書道教室ではですね、えーまあ、入会していただく前に、あなたはね、毎日10分間、 で、いいので、10分間以上のお稽古に時間を取ることができますかあなたの時間を書道に当てることができますかという、あの、一応質問というかお約束をしていただいてるんですよ。これには理由がありまして、あの、週に1回2時間まとめてお稽古をする方と、毎日10分間お稽古をする方。お稽古時間としては週に1回の2時間の方が多いんですけども、 上達の速さがね、やっぱり校舎の毎日コツコツしている人の方が早いんですよ。えー、これは、書道は美しい字を自分の中で記憶して、それを表現して、えー、先生たちにですね、指導していただいて書き方を教わり、で、それを、うん、何回も繰り返して、 学んでいくというものになります。なので、記憶がすべてなんですよね。で、えー、週に1回のお稽古になってしまうと、さあ書こうと思った時に、その記憶を思い出す時間というものがロスになってしまって、えー、とてももったいないんですよね。で、たった10分でも毎日自分の、あの、課題をですね、えー、やっていれば、 思い出す時間もすぐです。えー、理想は、お稽古が終わった後、ご自宅に戻ってから、もう一度、えー、先生にね、教えていただいたことを書くのが一番の記憶を定着させるんですけども、あの、書道はですね、勉強と、勉強の暗記術、記憶術か、と、私は似てるなと思ってまして、結局は、覚えたもの、 そのまま手を通して、えー、アウトプットする。それだけなので、いかにその記憶を忘れないかというのをね、えー、やると思います。そういったあの記憶であの、ちょっと忘れそうな時に、えー、なんかまた記憶するとかいうやり方もあると思うんですけども、やっぱりですね、毎日コツコツ筆を触っている人、ペンを触っている人というのは、その時間が、 思い出す時間が非常に短い。そうすれば、あの、手も覚えてくる。ということであの、なんかほら、たまに、えー、練習がずっとできなくて、久々に筆を握りますっていう時って、なんか感覚を取り戻すのに、随分時間がかかると思います。えー、それ、なんですよそれ。 で、さらに、教わったこともね、半分忘れてしまっているとか、そういったことになりかねますので、あの、本当はあの、時間がもったいないんですよね、その思い出す、感覚を取り戻す時間が。えー、それだったら、毎日10分という短い時間で、記憶をつなぎ止めておくということをやった方が、 長い目を見てというかね、結果的に時間も短く、そして上達も早くなっていくので、とても効率がいいと思っております。で、さらに、この毎日10分間っていう時間は、書道は瞑想効果がありますので、同時に瞑想をするという習慣もつきます。これは、私はね、書道を、ね、とてもおすすめする瞑想方法なんですけども、 練習も瞑想も同時にできる。さらにここで、えー、効率が良いと思わないんですかね。私はそれを強く強く進めてるんですよね。で、これはね、あの、筆と墨を出してやるっていうのは、だいぶあの、腰が重いと思います。それはね、大量に書こうとするから。 腰が重くなってしまうわけで、一枚って決めて、えー、書くとどうでしょう。確かにね、筆を洗うのはめんどくさいです。私ね、そういうめんどくさいこと嫌いなんですけども、ただね、それも歯ブラシのように、えー、書道をした後は筆を洗うという習慣さえつけてしまえば、そんな時間はかからない。歯ブラシと同じぐらいで済む時間の長さですよね。えー、だから、 腰を据えて長くたくさん書こうとするから腰が重くなって練習時間が、練習時間というか練習する回数が減る。それだったらも一枚と決めて一枚だけでも書く。うん。これを強くおすすめしております。もうね、最初は抵抗があるかもしれませんけど 一度習慣化にしてしまえばこっちのものですね。あの、うちの、えー、し親戚に教師がいるんですけども、えー、その親戚が言っていましたけど、毎日宿題を出すっていうのは、これは学力、学力の向上が目的ではなくて、えー、家での 学習習慣をつけるということが目的なんだよということでね、それこそ最近その話をしていたんですよね。で、それはね、もうその考え方は、あの、この、えー、犬飛び書道教室と全く一緒で、とにかく書く習慣をつける、えー、プラス、えー、瞑想効果があるので、えー、心が安定してくる。もう本当相乗効果しかなくて、えー、強く強くおすすめしております。 で、えー、ポイントとしては、時間があったら10分やろうではなくて、えー、何時から何時までという、時間をね、はっきり固定する。もうその時間はブロックする。そのやり方を、が理想的です。やっぱ空いた時間にやろうとすると、まあ、ついついね、あの、目先の忙しさに、えー、なんかな、こう、思考が奪われてしまって、 先延ばしにしてしまうので、ここはもう絶対この時間は、うん、書道にかけるんだ。まあ、例えば寝る、前、10分はやるとか。うん。あの、寝る前に、えー、書道すると、うん、それこそ瞑想効果で、頭がスッキリします。で、睡眠の向上も、 呃、工場にもなります。これはね、やってみてください。あの、その10分間の集中が、こんなに睡眠の質を上げてくれるのかと思うと思います。はーい。じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。最後まで聞いていただきありがとうございました。犬飛びでした。